お姉さんこんにちは、アカンですよ。皆さんタワーやってますでしょうか。もう今回ですね、二人だけでねタワーやってる人がいたんで、まあそれと戦った映像になっているんですけど、この人バリ強かったですね。やっぱりまあ二人だけで来てるだけのことはあるなと思ったんですけど、僕はまあちょっとエミリアで行って、相手はカスミを使ってくると。というかまあさっきも動画出したんやけど、グラスカスミばっかりじゃない。もうほんまカスミしか見えねんけどさ、なんか一時若干姿消したんですよ。多分エミリアがね割とうざかったりするんで、まあそれで減ったんやけど、今エミリアほとんどおらんくなってるからまた戻ってきているっていう感じなんちゃうかなと思うんですよ。なので僕はまたちょっとエミリアを編成に戻そうかなとか若干思っていたりするんですけど、相手結構悩んでますね。まあ二人しかいないからどうしよう、ちょっとエミリア嫌やなみたいな感じなんかな。まあ相手も一応ねカスミとエミリアなんで、エミリアミラーに持っていくこともできるんやけど、割とこの子ってね、まあ、上からめちゃめちゃ光量してくる分は別にね、まあそんな凍ったりはしないんですけど、なんか一瞬パラライズみたいにビーってなるのと、あとまあ氷が邪魔やったりするから、割とねミラーしんどいんですよ。わからん、相手からしたら別にしんどくないんかもやけど、俺はエミリアミラー結構苦手なんです。なので、まあ、相手がかすみで来てくれてよかったなって感じやでんけど、俺は負けたこの試合。結構ねデュース何回か続いたんやけど、やっぱかすみの意味わからんぐらい速い球とか、あとは飛燕とか、あと後ろから飛ばしてくる時のあの定番のやつ、あれ未だに僕あんま取れないからね、こういう感じで。だからまあこれは練習したらね、もうちょい前の方で早くラケットを振ればいけると思うんで、まあそれは良いとして、まあエミリアはめちゃめちゃエリアが広いんでね、まあそれでまあ結構防御していく感はありますね。まあいくら相手がねえげつない飛燕打ってきたとしても、なんか SS、 俺が SS 打ったらそれに合わせて次相手飛燕飛んでくるって感じなんで、真ん中ら辺でだけでバーって振っとけば割と取れたりもするんですよ。いやねんけど、まあ普通にボレーが速すぎてね、このエリアじゃ対処しきれない時があるから、その時は結構やばいっていう感じ。え、みんなグラス編成何にしているんですか。僕はちょっとねカスミ持っていないので、この子は入れれないんで、できれば違うキャラとかをちょっと教えてくれたらなって感じやねんけど、まあそれで今ね僕怪奇黒が練習してるんですよ。まああの子ってエアモードできて、あとまあお花あるじゃないですか。あれで相手に対してノックバック与えれるし、球も遅くなるっていうえげつない性能があるんやけど、最近今お花当たれへんとか空中向こうのキャラが多いんで、それは効かないことが割とあったりするんですけど、バースト発動したら10秒間エアモードになれるじゃないですか。でまあその状態中やったらね、エアモードで返したら相手コートにめちゃめちゃ大きいで、なんかノックバックする柱みたいでブワー出すことができるんですよ。それで相手をノックバックさせて倒すみたいな感じになって、それが刺さる場面が結構多くて、まあ深淵ルカもねエアロで自分自身もノックバック結構強くなっちゃうんで倒すことが、まあ、できるっていうのと、あとカスミに対しても結構戦えるっていうのを聞いたんやけど、俺はちょっとねカイクロが毛嫌いしてたんでね。なんていうの、あの子って2回目のエアモードのキャラなんかな。アスラ・ハルと来て怪奇クロカみたいな感じやったと思うねんけど、俺アスラ・ハル当時当たらんかったからさ、まあその深淵ルカじゃなくて怪奇クロカが一番初めのエアモードのキャラやってんけど、ちょっと使いこなす自信がなかったから、俺はね光線ジュダで対策するっていうね。せっかく怪奇クロカ持ってんのにジュダで戦うみたいなことをしてたんやけど、でもそれはそれでね普通に勝率は良かったんでね、別にまあその時は良かったんやけど、今思うとちょっとエアモードって使いこなせると普通にかっこいいし強いからさ、練習しとけばよかったなと思って今のうちにやってるみたいな感じやねんけど、どうなるんかな。まあこれ5周年の時に、まあ、アスラとハルが出て初めてその性能が追加されたんで、まあ、6周年じゃないですか。次どんな性能来るんですかね。多分エアモードとはまた違う感じのねおもろいのが来るんちゃうかと個人的には思ってるんですけど、え、皆さんどういうの期待してますか。俺は全然ちょっと考えれないですけどね。ほんま2週間に一遍新キャラ出してる運営さんマジすごいなとか思ってたりするんやけど、はい、やっぱ尊敬ですね。で、そう、やっぱ後ろから飛んでくる球ね取れないんですよ。これも練習しなければいけない。ただまあルカのエアモードとか、まあ怪奇クロカでも多分できるんやと思うんやけど、あれを前にシュワッてやってあげたら、まあ、割と取りやすかったりするんで、まあ今まではそれにちょっと甘えてたんですけど、まあ、今度からはスライスで取ろうと思ってます。で、まあ、2戦目はねめっちゃ前、これね見て、このキャラ見たら分かる通りめっちゃ昔の動画ですね。写真整理みたいなのしてたらね、なんか残ってて、多分動画にしてないから残ってると思うんですけど、まあどうせならレートめっちゃ高いし、ちょっとみんな見てもらおうと思って。俺もねこれ見るん多分半年とまではいけんけど、だいぶ前でしょ、これテレシアとか活躍してる時代なんで、まあ結構前かなと思うんですけど、まあ今スター凱旋フェスガチャのスタミナタイプでこのテレシアも当たるみたいな感じになってるんで、はい、まあ当てたいって人結構多かったですね。僕は持ってたんで、持ってたというか当時当てたみたいな感じやったんかな。
で、まあ結構ね、活躍してたんやけど、今の環境はね、まあでも割と今使えるか。ラインズマンエンマが、あ、でも今ちょっと戻ってきてるから微妙やけど、あの子がカリスメ命をこっちに付与することによって、オバフロじゃなくなっちゃうんですよ。で、テレシアってオバフロやったら弾速くなったりとか、オバフロが 800% まで溜まると、まあ低バウンドになるみたいな感じのキャラになっていたんで、まあ結構ですね、そのカリスメ命加えられると何もできないっていうのがあって、姿を消したんやけど、今あんまおらへんからワンチャンいいかも。雪ストームも2回打てるしね、1回目の SS と、あと 800% になってからアナザーアクションボタンを押すみたいな。こういう動作してあげると、2回目の雪打つことができるんで、今クレイで言うとアルベドとかね、スターストーム結構うざいかなと思うので、ストーム要因として使うのも結構いいんじゃないですか。ただ今あれやけどね、あの夏やから灼熱のキャラが多いから、まあ、自分自身の編成にも影響を与える可能性があるから、まあ、雪コート編成でいくか、まあ、まあ相手もそれは灼熱のキャラが多いから、まあ、妨害するっていう意味で言ってもいいけど、てかほんまに雪ストーム、スターストームはめちゃめちゃ強いですよね。灼熱はなんか体力枯らすだけって感じやけど、雪はツルツルにして、で、スターストームはバックハンドで返球したら SS 封印でしょ。あ、てかあれちゃうの？アルベドとフェネッカ組み合わせたらめっちゃ嫌ちゃうん？だってこんな球さ、絶対バックで返球せざるをえんくない？やろうかな。俺インデクサーをっていうか、ちょっとインデクス使ってしまうかもしれんけど、ちょっと分かれへんな。あ、でも俺がこれフェネッカ使ってんのなんやろ。フェネッカの動画作ろうとしてたんかな。俺フェネッカ使わなかったんですよね。あのほら見て、恐ろしく苦手やん。え、俺こっから巻き上げんのかな。巻き上げるってあのお金ちゃいますよ。巻き返す、ちょ日本語分かれへんけど、こっからちょっと頑張って勝つ感じなのかな。もしそうやったら激アツですねこれ。はい、フェネッカビラー、しかも俺はそんなにやってなかったはずやから、結構あれなんじゃないですか。で、俺が持っているラケットはね、失点するまでずっとストロークとスピードがプラス 30% するっていう素晴らしいラケットですね。なので、こっからもし俺がデュースまで持っていけるんであれば、まあ、ずっとそこ走りも速いし、ダメージも結構与えるっていう感じか。え、激アツな試合じゃないですか。まあ、どうなんだやろ、普通の試合に行けろ。で、相手がアイドルアイラで得意状態解除しようとしてるんやけど、俺はもうすぐ SS 溜まる感じやから、まあ、そこまで問題はないかなって感じやね。ただまあ地面ギミックの解除嫌やけど。あれやな、相手これツルツルやな。テレシアでツルツルにしたんかな、俺。それで、まあ、相手ツルツルしてるから、まあ、雪属性持ってない相手はツルツルで、このフェネッカの弾は耐えれないよっていう感じか。あ、これもありやな。あ、いいな。なんかフェネッカとテレシアと、のバージョンと、フェネッカとインデックスのバージョンとかなんか作ろうかな。ムムムって言われた。いや、そうか、4-0 まで追い詰めたのに、え、なんか負けそうみたいな感じのムムムなんかな、これ。あれ、ちょ、俺今ピンチや。SS 打ったばっかりやから解除されてえらいことになってますやん。まあ、こっからもうそれは取っていって、フェネッカ確か着弾点見えないキャラですよね。なので、靴のスロットスキル差に着弾点見えるやつつけてるのかな。いや、もしちゃう方ごめんね。まあ、フェネッカあんま今使う人いないんじゃないですか。あ、取れてないやん。これでやっとギアの能力がなくなった感じやね。なので、まあ、走り速いとか、ダメージ与えるがなくなったけど、まあ、それでもなんとかなると。アイドルアイラ激推ししてた時代あったな。アポロン持たせるとね、いいことがあったんやけど、何やったかな。あ、そうそうそう。これね、アイドルアイラ同士で戦うときとかって、その、さっきね、SS 打ったら負けなんですよ。なんでかっていうと、これ特殊状態解除持ってるんやけど、特殊状態じゃないキャラに対して特殊状態解除打っても意味ないやん。で、まあ、そっか、自分は特殊状態ですと。で、それで相手に特殊状態解除の SS を打たれてしまうと、まあ、俺だけ特殊状態じゃなくて相手特殊状態っていう状態になるんで、だいぶ不利な状況になるんですよ。なので、その時にアポロン持たしていたら、あの、オンザラインのサテライトを打つことができるんで、それで得点力を生むことができるっていうのと、燃焼レベル8があるんで、まあ、それで体力枯れやすいと。あの、誰やったっけね、あの、アイドルアイラって、毒レベル8とかもあったりするから、それでは8じゃないかもやけど、毒も与えることができるから、まあ、二重の体力からしすることができるっていうので、結構重宝してたみたいな感じですね。はい。というわけで、あ、これ時間的に勝ちますやん、これ。いいですね。800% の力がこんな感じです。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。